どうも、ドズルです。はい、ということで今日もクラッシュロイヤルをお送りしていきたいと思います。さあ、ということで本日はですね、新カードの情報でございます。あのスケルトンバルーンが今回のミラーバトルチャレンジに実際入っているみたいで、あの使っている方がね早速いらっしゃったので動画を撮らせていただいております。さあ、ということで見ていきましょう。今回ね、あのヒヒさんという方にリプレイの共有をしていただいたんですけれども、これもう普通に入ってますね、スケルトンバルーン。あの3コストだったっけ、何コストだろう、3コストか、3コストで出すことができて、まあ、タワーに向かっていくと、で体力がなくなるとその時点でスケルトンがブワッと、あ結構ねスケルトン思ったより数出ますね。あーなるほど、こ敵の人はゴブリンバレルとうまく組み合わせて、スケルトンバルーン打っていきました。これ右がスケルトンバルーン単体なんですけれども、タワーダメージ半分ぐらい削りましたね、1000ダメ。そして左があのミラーで、複製したスケルトンバルーンなんですけれども、単体で無視すると結構なダメージが入っていきます。これ3コストだったら結構めんどくさいかもしれませんね。タワーダメージだけだとこうやっつけれる気しませんし、出てくるスケルトンも意外に多いっていうところで、スケルトンラッシュのプチ版みたいな感じでね、まあタワーに届かせれるかどうかっていうのがすごく重要になってくるとは思うんですけれども、面白いユニットかなと思います。さあ、ここはお互い睨み合って、ヒヒさんどうしたんだろう、相手のスケルトンバルーンを見てるのかな。さあ、こんな感じでございます。結構対処法厳しいですね、今回。しかもヒヒさんたちが使ってる、お互いね同じデッキで戦うんですけれども、空ユニットが入っていない、空対策ユニットが入っていなかったので、スケルトンバルーンが確実にこう決まるようなね、展開でございました。もう一つリプレイあるので見ていきましょう。結構がっつり入ってるのかな、今回もスケルトンバルーン入ってますね。さっきとはちょっと違うデッキ見ていきましょう。あの対空ユニットがいた時にどれぐらいの確率で通るのかとか、ネクロマンサーとか相性いいかもしれませんね、スケルトンバルーンに対して。さあ、まずはスケルトンバルーン出して、ミラーで出して、さあファイスピ、これはファイスピだけじゃ、あ1個落ちたけど、まだ2個目が落ちてない。いやこれ結構面白いな、こう出た後にタワーを攻撃してくれると。まあ、あのネクロマンサーとかね、空にも攻撃できてスケルトンにも強いんで、相性はいいと言いますね。さあ、ここはショータイムおじさん、ショータイムおじさんはミニペでやられなければ、あー厳しい、これ大ダメージじゃない、結構がっつりいきますね。さあ、スケルトンプラス、なるほどなるほどなるほど、今みたいな感じで3コストで手軽にカウンターを狙っていけるユニットなので面白いですね。最近ホバリング砲だったりとか空ユニットがまたね、あのバリエーションが増えつつあるんですけれども、また違ったこう空ユニットというか、あのラバーハンドとは別で、まあ、どういう感じで使うのがベターなんだろうな、こう処理しにくいのが一番のこうメリットですよね。まあ、ジャイアントの後ろにつけても面白そうですし、単体で出しても3コスト以下でね、あの処理するのが結構難しいユニットではあると思うので、ゴブリンバレルみたいな使い方も面白いかもしれません。さあ、ここはお互いネクロ出して、さあどう出る。さあ、ユーのここでスケルトンバルーン出しちゃっても、おっとおっとっと、ここはスケルトンバルーン出したけどこれは通らないかな、さすがに。でそこでスケルトンが出てくると、結構こうペッカとか、あとこう単体の攻撃のやつ、プリンスとかね、そういったユーノとか、そういったユニットに対してこれを出してあげるとターゲットを結構取ってくれるかもしれませんね。途中で落とされてもよし、そのままタワーに行ってもよしみたいな感じでね。あのスケルトン、あっとごめんなさい、スケルトンラッシュと違ってこう一気にスケルトンがあの展開されるので、それが一つ強みになるかなと思いますね。さあ来た、スケルトンバルーンラッシュ。まあ今回はミラーで2つ展開していますが、まあ、基本は1つでしょうね。まあネクロマンサーの防衛力が優秀だな、まあ、さっきのリプレイと比べて今回は空対策ユニットがちゃんと入ってるんで、ウィザードとかネクロマンサーがね、スケルトンバルーンがより通りにくいかな。いや3コストにしてはちょっと面白いかなと思いますけどね、その性能的には低くないように感じます。さあ、ここは一気にスケルトンバルーンでなんとかしてタワーを落とすんだという、これね、スケルトンバルーン自体はダメージないのかな、タワーに到達したらその場で落ちてスケルトンって感じですかね。到達ダメージとかあったらまた面白いんですけどね、多分なさそう。はい、こんな感じで、まあ、キングタワー落とされて終わりって感じかな。はいはいはい、ありがとうございます。新カードがこんな感じでさりげなくチャレンジに入ってるのは珍しいですね。
さあという感じでございます。これ詳細見れないのかな。あ、見れないのか。このカードは近日中に入手可能になるということで、まあ、今回のチャレンジはね、こんな感じで、まあ、新しいカードも入ってて、でしかも今回のミラーチャレンジ結構面白いです。お互い手札が全く一緒の状態でデッキも同じ状態で戦うっていうチャレンジで、まあ、対処法がね、例えば自分がやられて嫌なことを相手にしていくみたいな、そんなチャレンジになっているので、よりね、うまくデッキをこう使いこなして皆さんぜひともクラウンゲットしてみてください。はい、ということで、本日は新カードスケルトンバルーンを使ったリプレイの紹介でございました。またちょっとね、このスケルトンバルーンに関しては3コストで優秀ですよね。どう思います皆さん。ぜひね、感想とかをコメントに書いていただきたいんですが、個人的にドズル的には結構優秀なんじゃないかなと思っております。はい、ということで、じゃあ本日の動画こんな感じで終わりたいと思います。撮影協力してくれたヒヒさん、アルさんの皆さん、ありがとうございました。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。